イギリス海軍においては、シーウルフなどに代替されて退役しているが、本 PDMS の搭載艦を、ライセンス建造したり譲渡を受けた国の一部では、運用を継続している。イギリス海軍は、近距離用の対空兵器として、戦艦機より搭載してきた39口径 40mm、4連装機銃に変えて、 第二次世界大戦中より FCS 連動式の56口径 40mm 連装機銃を採用し、またその不足を補うため陸軍式の単装機銃も配備された。その後、イギリス陸軍と歩調を合わせる形で同系統の新型機銃である70口径 40mm 連装機銃への更新が計画されたが、 装備化は1950年代後半になる見込みであった。1955年、その代替としてグリーンライト股間防空ミサイルが提示された。これは1951年にライファーンボローで開催された会議を受けて開発されたもので、マラカ対戦車ミサイルをもとに戦車だけでなく時間に向かってくる軽空供与も迎撃することを目標としていた。 1958年には最初の試射が行われ開発が極めて迅速に進展したことから海軍は70口径 40mm 連装機銃の調達を中止してこちらに乗り換えることにしたこれによって配備されたのが本ミサイルである最初のシステムは GWS-20 として1962年に収益した射撃式装置としては 機銃用の STD 包囲板が用いられた。誘導方式としては、マクローズを採用しており、ミサイルの尾翼に装着された発光体を目視し、ジョイスティックによる遠隔操作で手動追尾するものであった。しかし、GWS-20 は収益の時点で、すでに高速化を続ける航空機に追随しきれなくなっていた。このことから、CCAT システムは、 継続的な改良を受けることとなった。リアンダー級フリゲートに搭載された GWS-21 の4連装発射機、射撃式装置を262型レーダー搭載の CRBF に更新し、盲目射撃に対応したバージョンである。ただし、追尾は基本的に手動であり、また GWS-20 と同様の目視式も併用可能であった。 射撃式装置を903型レーダー搭載の MRS-3 に更新し自動化を進めたバージョンである。MRS-3 は、おおむねアメリカのマーク56砲射撃式装置に匹敵するとされており、より自動化されたイクローズ方式が採用された。また、オランダ海軍のファンスペーク級フリゲートでは、下記完成レーダーを 同国製の M45 に変更した派生型が搭載されており、これはインドにも輸出された。射撃式機能をプーリングウィズエス製武器管制システムに統合したバージョンであり、下機管制レーダーとしては、イタリア製の RTN-10X が連接された。イギリス海軍における c c キャットシステムの決定版にあたり、これ以降の新規建造、改修鑑定では、 後継のシーウルフが搭載されるようになっていった。タイガーキャットの三連装発射機シーキャットの陸上発射型。三連装発射機のトレーラーと、下機管制を行うトレーラーで構成され、誘導方式などは GWS-20 と同じく手動である。イギリス空軍の降射体などに採用されていたほか、アルゼンチン、イラン、南アフリカなど他国にも採用されており、 アルゼンチン軍がフォークランド紛争にて実戦を使用している。本ミサイルはフォークランド紛争で実戦投入されており、8機のアルゼンチン軍機を撃墜したとされている。ありがとうございます。